Yeah.
Thank you.
ひどは昨日で自信がありましたけど、皆さん大丈夫でしたか？ねえ、
僕はちょっとね、7階にあるライブハウスにいて、友達のライブを見に行った時で、ちょうど錦糸町のホテル街にありましてね、もうあの湯だから、絶対ホテルからもう出てくるんじゃないかと思って、シャベ持って出たんですけど、みんなやっぱ出てこないですね。だから電柱こんなって言ってましたからね。次の曲は、ね、本当に本当本当次は、Rock with you という。あ、これ見えないんですよ、まだ老眼でね。トモちゃんの字はもう千人しか見えない。それではいよいよマイケル・ジャクソンの曲なんですよね。みんなもうちょっと盛り上がってしまうんですよね。なんかね。いきますよ、マイケル・ジャクソン。トモちゃんが歌いますからね、聴いてくださいよ。足がもつれるだけなんだよね。ちょっと今年55になったんですけどね、だって足腰にきますね、55を超えると当初は若いから分かんないですけどね、ただね、足の筋肉が落ちてるんですよ。そうですよ、はい、そうですよ、あとなんか
こうゴムとかで支えてくれればビヨーンとかできたんだけどね、シマくんがなかなか持ってくんないんだよね。大事にこれでこれでやったんですけどね。うまい、ね、うまい、ね、うまい、うまい。次は、次はあのうちのリーダーが、あ、これが素敵なバラの歌ですね。歌前回ね、ちょっと今日用意するの忘れましたけど、これ、まあ、あのピーチ の, あの大きさから配ってこうあの客席まで行くっていうタイでね、実はこれマスターの「あの殺しソング」でございまして、はい、もう女性を殺す時の歌ですね。もうこれはマスターのねセクシーボイスに期待していただきたいです。うんって曲ですね。そうです、要は女性は愛を求めてるみたいな感じですね。結構ね、同年代の女性多いな。今日は同年代。ああ、なるほど。じゃあ分かる、リアルタイムな感じですね。そうこれね、あのマスターのほろ苦い話の一つで、カーステレオでよくかけるときの ね、女性はね、なんか彼氏のさ、カーステかなんかにね、曲編集して彼氏がこうかけたりしてた。そうね、ここのあたり通るとこの曲が流れるみたいな、ね、計算して今風が死んでますけど、ナビとかないじゃないですか。自分で計算してこう何分ぐらいでこの曲が横浜のこの辺でかかるなっていうのを推定ですよ、推定。今の人はメタルテープって言ってもないの。そうそうそう、カセットテープは知らないですからね。それカセットテープちょっと重さがあるんで、いいのでね、メタルっていうのだったんですね、あの普通のが500円ぐらいのメタルはやっぱ1200円とかね、あの2000円近くする。ちょっと音質がいいんですよ。それをマスターがね、メタルテープでもここぞというばかりにこのソングでやっていただきましたか。ウーマンニーズラブ。Better think of salvation.
次はですね、する前ですか、はい、ちょっとしっとりとした、はい、しっとりとしたともちゃんのね、ナンバーを、男殺しのそんなんじゃないっすね、殺し屋集団ですね、殺してやる、ね、キラーしかない大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫ですか、そんな感じで地下館の曲でして、炎の実験、地下館スルーザファイ大好きって言ってくれたから頑張ってます。チークタイムですね。チークタイム。スルーしちゃうことなのかね。Yeah.
いよいよ後半近いかと思いますよね。まだあ、まだまだ早いね。あ、一部の後半、そうだね、一部の、まあ、中間で、ええ、しょ、初夏ですか、まだ。じゃあ次はね、ちょっとまた次楽しい、あ、楽しい、You are、 あ、お前だけね、お前はちょっとね、90年くらい、このくらいの、実はこのバンド70年のバンドなんですけど、フリーソウルがね、流行った時に、ちょっとアルバムで出たんですけど、このまだ注目されて、実はね、スマップの、まあ曲はね、ここからパクったんじゃないかと言われております。皆さん準備の方よろしいですか？じゃあ、You は聞いてみましょう。それでこの曲が出ちゃったんでね。あ、本当だ、まだいっぱいあった。次はどうですか、熱い裏方ってことでね。要は出演者よりも裏方さんたちが熱いんですよ。もうね、燃え上がる。よろしいですか？よろしいです。どうぞ。ホットそれでは聞いてみましょうか。ホットスタッフ。踊ってほしいな。Thank you.
し結構涼しいですね。あれ皆さんピーチピットのねここに飾ってあるやつですけどね、あれは本物のおうちでございますかね。あの田淵さんがねいい風が来たんですよ、本当に田淵ちゃんの、まあ、そう田淵さんの匂いね、うちの奥さんの匂いもここ置いときましていい匂いいい匂い超いい匂い、ね、よしよしはい。もう一曲私そうですね、あれですね、ちょっとトワイライトゾーンの時にあの愛し合っちゃう感じの夕方にラブを歌をお送りしたいと思います。もう一曲チャカカーンの曲で You Got The Love という曲をこの曲ね、ちょっとテクニックを披露しちゃう感じですね。夕方ラブ夕方ラブですね。昔ね、あの東京オートモビル
つって、結構コメディックなバンドがありましたね、ダディたけしと、それが夕方フレンドっていう、夕方になるとぴょーんかってことでね、まあ、まあ、知ってる人はね、ちょっと検索して YouTube でも上がってますんで、まあ、そこの、ね、ベースがね、まあ、日本では結構初めてこのチョッパーをね弾いてた、でなんと島くんにチョッパーを教わったらしいんですよ、ね、中吉三郎さんにね、結構ね、日本でベースでチョッパーやってたのナルチョっていうね、今カシオペアだけど、結構70年代いろんなロックバンドでも弾いたナルチョさん、そして中吉三郎さんね、はい、その中吉三郎さんは最初教室に通ったんでね、行ったら向こうができなくて、向こうでね、もう島が弾いてたチョッパーをどうやって弾いてんのって教えたんでね、すごい、島のりょう、さあ皆さん用意はよろしいでしょうか、もう話もだいぶ尽きちゃったんで、夕方ラボをお願いできますか、バンドの皆さんよろしいですか、はい、はい、OK です、
でうちは結構ね、80年代のディスコ行ってもこの曲で皆さん踊ってました。それでは皆さんよろしいでしょうか。ドゥービー兄弟の長い電車は走るよ。あ、後半、前半ラスト、前半ね、前半のラストの曲をお送りしたい。これもちょっとね、疲れますよね、皆さんね。もうちょっと終わりますよ。皆さんそんな涼しげですよ、結構。いやいや、結構暑いんで。怪我だから頑張って。もうあと1曲ですね。もう練習も汗だくだから。これビール飲ませるように熱くしてるんですよ。じゃあ
んでいただかないと。そうですね、まあ、マスターもね、あのね結構売り上げにね協力しないといけないですからね。はい、商売に。ちょっとガチガチなやつが。あの樽が切れたら僕しか取り替えられないんで、ちょっと。樽が切れたらすいません。まだ大丈夫ですか、樽の方は。大丈夫です。大丈夫ですか。娘さん可愛いですよね。可愛いんだからもう。娘がやっぱ良かったな。息子は浅いですよ。可愛い。可愛いでしょ。あ、隠れちゃった。あれは妹です。あ、え、一番左が妹さんですね。まあ、妹さんも可愛いんですけど、手振ってますよ。めっちゃ可愛いよね。ね、キーボードのあの鶴春香の同級生。あ、春ちゃんの同級生。ちょっと嬉しい。なんかいけない、今日一番嬉しそうですよ。俺めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。歌聞いてる時より嬉しそうです。可愛い、可愛い。俺最近です。次の曲は。まあ、いよいよ。ま、マジにつかめとかいう感じ。違うか。本当かいなの。本当かい。あ、本当かいっていう感じなの。あ、これなんか、ま、マジに掴んだみたいな感じ。あ、マジに掴みやがったみたいなね。リアル。そうそう。リアル。じゃあ聞いてみましょうか。Got to be real。Yeah.
三本血管切れてる感じ。すごいですよ、でもね、女性の曲なのに。いや、それではね、さ、一部の森をこのまま続けて二部にしてあげたいと思います。ちょっとインターバルをお伺いしてください。はい、血管飲んでください。はい、よろしくお願いします。あと、ちょっと見えないんですけど、フードメニューの後ろに